前髪じゃん、この、はい、ちょっとマスクしてなかったんで。なんですか、このリポチオンロイヤル DX、はい、ロイヤルゼリー。よく私が、あの家の近所で買ってる7、80円の超お安い栄養ドリンクでございます。体に悪いんじゃないのそれ。あ、でも今のところ大丈夫です。あの、はい、ちゃんとリポビタンとか大手を買った方が安心なんじゃないの、はい、そうですね、チオビタとかも安いんで。リポビタンとチオビタの間目でリポチオンなの、はいはい、どういうことなんですかね。チオビタと、あ、ね、チオリポリビタン、チオビタ、リポビタンとチオビタっていうことなんですかね。かなりちょっとなやばい名前ですね。この取ってつけたようなの、はい、どうですか、ちょっと飲んで、はい、あの味は前髪の食いしん坊をちょっとやってください、はい、味をちょっとテイスティングして、はい、まあ、毎回飲んじゃいましたが、ええ、うん、美味しい。元気になる元気になります。あ、これでまた夜中も歩ける、はい、そうですね、これ飲んだらもう2日ぐらい起きていられます、はい、夜歩くんでしょずっと。そうですね、最近でも危ないって言われたんで控えてるんですけど。まあ危ないです、普通に危ないと思う。あ、でファンの子がこのブランドを見つけてきてくれて、はい、そうなんですよ、なかなか売ってないんですけどよく飲んでるからっていうんで、昨日のイベントで差し入れあ、はい、13式いただいて、13式最初から13式っていうの、はい、13式どっちで読むんだか未だに私分かってないんですけど。え、俺13式だと思って読み方、あ、違う、13式なんですかね、なんか未だに私13式なの。いや多分わかんないですよ、私も。あ、そうなの、ちょっと聞いといて今度俺、はい、読み方わかんない、はい、これをじゃあ昨日のライブであの差し入れいただいたんですね、はい、いただきました。あ、よかったですね、はい、関西薬品、関西薬品工業株式会社さんです。相上ちゃんがもう、はい、あれじゃん、ツイキャスとかニコ生で宣伝しまくってるの。そうですね、自然と、うん、あの飲みながらやってるんで宣伝になってて、うん、いやもう関西薬品さんは、はい、ねえ、はい、リポチオンちょっと箱で送ってもらえたよね。こんだけ愛用してるから。そうですね。そんなそこまで愛してると。私の健康維持をサポートしてもらってます。そうですか、はい、僕は徳島なんでオロナミン C 派です。あ、なるほどです、徳島のメーカーを応援してます、はい、ありがとうございます、はい。